では次は背筋に移りたいと思います。まず手をしっかりパーに開いて肩の下につきます。手でしっかりと床を押しながら首を長く保って肩を後ろにぐりっと引きます。そのまま手で押して上がっていきましょう。これはとってもいい例です。今首の耳の下から肩がとっても長く保てています。はい、ではもう一度降りてください。今度悪い例に行きます。悪い例は肘が開いていて肩が上がっています。そのままぐーっと起きてしまうと肩が上がって首が短くなってしまいます。これでは背筋、背中が使えませんのでしっかりといい位置でスタートしていきましょう。では始めます。首を長く保ってまず片足ずつ曲げていきます。では音と一緒にいきましょう。首が長いまま1、2、3、4、足を交代。呼吸はずっとしておいてください。両足ぐっと曲げます。でこの時お母さんまた兄弟の方いらっしゃったら首をぐっと長くしてそのまま足と頭がひっつくようにサポートしてあげてください。やってもらってる人は息をふー吐いて吸ってを繰り返しましょう。はい、では一度休憩で背中を丸くしましょう。しっかり背中を丸くして使った後は反対の動きを入れていきます。今度は両足、足首を手で持って箱のポーズに行きたいと思います。では足を曲げて、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、お休みします。もう一度いきます。せーの、肩をぐりっと後ろに下げて首を長く、足と足の間狭くできればチャレンジしてみましょう。お尻をぎゅっと締めます。はい、お休みです。足を離してもう一度お休みのポーズ入れましょう。背中丸く、呼吸を吐いて、はい、では最後は飛行機に行きたいと思います。お手伝いできる人がいたら後ろ足首を押さえてあげてください。これはカエルの歌を歌いながらキープしていきたいと思います。では両手を横に、せーの、カエルの歌が、大きな声で手を叩きます。手をたくさん動かして、はい、いいでしょう。では背中を伸ばします。後ろのお手伝いの人は背中マッサージしてあげてください。お疲れ様でした。